ます。これより出発いたします。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いつもの通りやりますから。委員長、おはようございます。おはようございます。今日、令和4年3月13日本部定例外前、本日、こちら自由民主党に抗議してまいりました。趣旨の方説明よろしくお願いします。はい、今日は自民党は党本部大会っていうものを品川でやってるそうだが、まあ、しかしながらね、何の党本部なのか、党大会なのか、特に岸田総理というものが、まあ、就任後一貫してあーとかうーとか言ってよくわからん。特に今回のウクライナこの問題についても、結局のところウクライナがいいとか、あれはロシアが侵略したとかいう話ばっかり、まさに評論、もう評論家風情いうとこでな。どうぞ。あ、どうぞ。いわゆるテレビ出てる評論家と何の変わらないということです。本来の政治というものに対しては何のための政治なのか、一に日本がどうあるべきなのかということを全く考えていない。何かことがあればキョロキョロ種を見で、やれドイツがヘルメットだ、あるいはアメリカがどうのこうの、いわゆるバイデンあるいはジョンソンの顔を伺いながら、他人がするから自分もすると、まあ、世間で言えばこの平和というものに対して自分は何か送れば貢献できるということで、いわゆることを抑えてる。本当の意味になって国際情勢を見てると、あるいはもっても国際情勢の中にこの日本が生きてるというものに対しての本気度というものが全く見られない。お越しいただきます。この自民党の中において、たまたま今回ロシアが軍事侵略をしたということが刮目されてる、つまり衝撃的だからこそ大騒ぎしてるわけでしょ、はい、軍事侵略というものがロシアに限ると今あちこちでやってる、はい、アメリカがイエメンでやってる、そういった問題に対しては何も答えてこない、何も言ってこない、あるいは軍事侵攻以上にそれそれ以上に事実上侵略されているものはたくさんあるわけです。少数民族も相当虐殺されてるにもかかわらず、知らなかった、気づかなかった、あるいはそういった些細なことについては何はコメントもしてこない。今回についてみんなが注目するからただやってるだけ、はい、まさにこれはアリバイ工作にしかないわけでしょ、はい、我々そういった意味において、はい、もっと言えば日本国内においてももっと悲惨なことがたくさん起こっている、はい、自分たちの手で自分たちの国すらしっかりと治安も維持できない、はい、守らない、これは日本のこれからの国政というもの自体が全く分からないにもかかわらず、自分のことができていないのに他人のことについてあたこと言う資格はないでしょ、そういうことを言ってきて、本気になって自分たちの国をまともな国にしたいのか、自分たちのことがまともな国にしてしないにもかかわらず他人のことについてあたこと言う権利はないでしょ、はい、私はそう言いたい、はい、ただ今の平和というものが戦争を起きるとか、そういったものに対して国境線を変えるとかいうことの、今の現状を維持することが平和と考えているこのバカさが、これに対して我々は非常に憤っているわけです。根本的に日本というものが今の平和の中においてどこら辺まで抑圧されているのか、国連においたっていわゆる旧連合国何において敗戦国条項が、敵国条項があり、自分たち日本というものが今でも敗戦国であり敵国なんだということに甘んじて、日本の犠牲のもとにおいて今の平和が培われているということを、はい、これを全く10日に付して、はい、日本が忍んで日本が一人悪いことすればいわゆる悪くなればそれで済むんだという今の平和に対して我々自身が本来は憤りを感じなきゃいけないわけです、はいはい、にもかかわらず自分たちは悪いんですと、
自分たちの我々の親父 ALF さんは悪かったんだという、まさに敗戦国士官、侵略士官に訴った形のものを是認している、こういうような自民党は裏切り者と私は言いたい、だから我々はそういったものに対しての根本的価値観が違う人間がいくらのたまったって全くダメだということを強くここで訴えたい、はい、こういう趣旨であります。わかりました。今日本日はな、自民党なんか党大会なんかやられてるらしいですね。はいはいはい、それは思いまして、まあこんな有事、まあいろいろ、まあ世界情勢があるのに党大会のやってる自民党に対してはどう思われますか。どうせシャンシャン大会なわけでしょ。はい、うん、いや党大会っていうこと自体が何かちゃんちゃら笑わせるなってことですよ、はい、無駄な金使ってね、はい、で党大会何を決めるのかと、はい、抜本的に日本の育成というものを決めるのか、はい、いや自分たちの党をどうするのかという話ですよ、はい、じゃあ党大会を結ぶんであれば本来の日本、いわゆる自民党の党勢の中で憲法改正の問題があるとか、はい、いう話がある。じゃあ具体的にどういう憲法を改正するとか、はい、いうような具体的な論議というものがなされているかどうかということですよ、はい、あるいは抜本的にこの党大会の後で、はい、自分たちの党をどうに改革するのかと、はい、自分たちが殻を破らない限り日本が殻を破ることはできないと、はい、そういうことに対して何もアピールしてないと、はい、いうことあります、はい、だから私はそういった意味で党大会にわざわざ無駄金使っていくつもりは元ないし、やっぱりここで党本部の中において、はい、まだ物気の殻じゃありませんか、はい、ここは、はい、結局のところは、はい、いわゆるお祭り騒ぎには付き合ったらないってことですよ。そうですね、ああ、はい、国民を無視した、弱者を無視した、はい、党大会いくらやったって無駄、はい、ってことでしょ、はい、だから俺はこういった自民党なんてのは一刻も早く、ここは国有地ですよ、はい、国有地に一首都、はい、公党といったって私の党ですよ、これが伝統構えてる、はい、こういったことは許されないでしょ、はい、自分たちで家賃を払って自分たちでそういった形でもって自分たちで維持するならいざ知らず、はい、なんで国有地に伝統構えてるんだと、はい、もうここ自体本当におかしい、ここからさっさと出てってくれと、はい、もうこう国有地ということは我々自身の税金で賄ってるわけでしょ、ということは我々が主人なわけですよ、ということはここは君たちだ、私どもが所有地なんだから堂々とか入っている資格があるということですね。はい、わかりました、はい、はい、じゃあ本日もこんな、過剰な警備の中ですが、抗議活動そして、本部定例外戦よろしくお願いします。よろしく。